新庄監督の続投あるでしょう。2021年のオフに栗山英樹監督の後を継いで日本ハムファイターズの監督に就任した球界屈指のスター選手だった新庄剛志。しかし当時パリーグの中でも戦力面で劣っていた日本ハムを強くさせるのは容易なことではなく、新庄監督も奇策を連発してなんとか勝ちにつなげようとしましたが、結果は伴わず就任から2年連続最下位という結果に終わっていました。それでも日本ハムのフロントは新庄監督の続投を決断。すると新庄監督体制3年目を迎えた日本ハムは、これまで新庄監督が撒いてきた種が実りつつあり、しっかりと勝てるチームに成長しているのです。そこで今回はこれまでとは違う新庄監督の采配や周囲からの新庄監督に対する評価について紹介します。最後にあなたの考えをぜひコメント欄で教えてください。奇策を連発するも最下位に沈んだ2年間、現役時代は阪神でデビューを飾り、その後海を渡ってメジャーでも活躍をすると、現役最後には日本ハムで引退しました。その後野球界には全く関わってこなかった新庄でしたが、2021年のオフに突如として栗山監督の後任として古巣日本ハムの監督に就任。しかし監督はおろかコーチ経験すらなかった新庄に監督が務まるのかと多くの疑問の声が上がっていました。そんな中で新庄監督は1年目のキャンプから奇抜な采配を披露し、紅白戦で全打席がワンアウト満塁からスタートするなど、他の球団では考えられないようなメニューを選手たちにやらせていたのです。さらに開幕投手には2021年のドラフト8位でオープン戦では5試合すべてにリリーフ登板していた北山昂輝を抜擢。この開幕投手を自身のインスタグラムで発表するなど、開幕前から常識にとらわれない行動を見せていました。しかしながらそう簡単に結果を残せるわけではないのがプロ野球の世界で、圧倒的に戦力不足だった日本ハムは新庄監督がスクイズやエンドランなど奇策でどうにかしようとしますが、それだけでは勝つことができず、2022年は借金22を背負って最下位に終わってしまいます。それでも新庄監督は怪我で戦線離脱していたジョン・ガントを除いて支配下登録の選手全員に一軍の舞台を経験させるなど、未来へ種をまいていたのです。ただ2年目も結果が出なければ間違いなく進退に関わっていくことになる中で迎えた2023年、シーズン開幕前に新庄監督は大胆に優勝しか目指さないと宣言し期待を集めました。しかしながら2023年も日本ハムは負けが込んでしまい、最終的には2年連続で最下位に沈んでしまいました。この成績によって新庄監督の身体問題がささやかれましたが、日本ハムはシーズン終了後即座に2024年も新庄監督と契約したことを発表したのです。続投が決まった新庄監督は、この世界は結果が全て、来年も今年のような成績であればユニフォームを脱ぐという覚悟で死ぬ気で選手を成長させながら戦っていきたいと思います。優勝させることはもちろんなんですが、僕の役目は今後のファイターズ、勝ち続けるファイターズの土台を作ることも一つの仕事、あとはファンの皆さんに野球の楽しさを伝えることが僕の使命、そういうところを意識しながら自分らしさを出しながらやっていき、新庄剛志はこのままで終わらない、奇跡を起こす人間だというところを見せつけたいですねと並々ならぬ決意を語りました。そして日本ハムの井川信久取締役オーナーは、新庄監督続投の理由について、数字の上ではファンの皆様のご期待に沿う結果にはなっておりません、しかしながらここまでの試合を振り返ってみても個々の選手の潜在能力や意欲を引き出し成長を促してくれました、転換期にあるチームを成長させている点は十分評価されるものであり、またファンの皆様を大切にされる立ち居振る舞いもファイターズの活動指針に沿うものでありますので、我々の期待が揺らぐことはありませんでした。というように、新庄監督が2年間で見せてきた選手との接し方などを評価したと語っていました。こうして3年目のチャンスを得ることになった新庄監督は背水の陣で臨むことになったのです。選手を信じる野球で大躍進。
2年連続最下位という普通の監督なら病んでしまってもおかしくないような結果に終わった新庄監督。それでも常にポジティブな新庄監督は、監督をさせてもらっていきなりポンって優勝もいいんですけど、そういう人生って僕はあんまり正直面白くないというか楽しくないというか、ファンの方たちには申し訳ないんですけど、今年最下位、去年も最下位からここからガッと一気に上に行くというドラマはすごい楽しみにしているし、僕はそういう人生と3年目の逆襲へ向けてやる気に満ち溢れていました。するとその期待に応えるように日本ハムのフロントはこれまでなかったような大補強を敢行。多くの外国人選手を獲得し、 FA 市場の目玉であった先発の山崎福也の獲得にも成功したのです。こうして球団からの手厚いサポートも受けた新庄監督は、2024年のシーズン開幕前に、この2年間僕のできる範囲のことは全部やってきて、選手もとんでもない采配をこなしてくれて、それが身についたと思う。今年は全て選手を信じて爆発してもらう、そういう年にしたいです、というように、2年間で新庄采配が選手に馴染んでいると語り、選手を信じることを明言しました。そして開幕前日会見で日本ハムの今季の強みについて聞かれた新庄監督は、せこせこ野球、相手が防げない点の取り方をして投手がしっかり抑えて勝つと宣言した上で、安打で点を取るのと甘い球をゴロで転がすの、どっちが簡単？プロ野球選手ですよ、全然バット当てられるでしょう、それで1点入る、というように真剣な表情でせこせこ作戦の一部を明かしました。実際過去2年で一塁三塁のチャンスからエンドランを仕掛けてダブルプレー崩れの中で1点を奪うといった作戦を繰り返したことで、選手にはせこせこの下地が浸透。新庄監督は、僕の腕にかかっていると自らも成長を見せると誓いました。こうして開幕前から充実感を語っていた新庄監督、すると日本ハムは2024年の開幕から素晴らしい野球を披露し、過去2年間にはないペースで勝利を積み重ねています。その中で特に目立つのは、投打ともに毎日のように日替わりでヒーローが登場していることです。これは間違いなく2年間で新庄監督が様々な選手を起用してきたことの結果が出ていると言って間違いないでしょう。そして新庄監督が3年目に見せる采配に対しては、多くの大物 OB たちからも評価の声が上がっています。大物 OB たちに絶賛される新庄監督、歯に衣着せぬ発言が話題を呼びがちな江本武則は、4月20日21日と北山と加藤隆之が2戦連続で完封勝利を記録した後に、新庄監督の投手起用について、投げた方ももちろんのこと、投げさせた新庄監督は立派、これまではどこかつかみどころのないイメージだったけど、ようやくわかった、筋が一本通っているじゃないか、というように評価すると、何度も言ってきたように、ピッチャーは完投するのが本来の姿、先発を任され、ゲームを任され、それに応えて最後まで投げ切り、ベンチへ凱旋する、ピッチャー冥利に尽きることなんだ、新庄はそこを理解している、野球の本質を分からせてくれたよと、最後まで投げさせた新庄監督の采配を称賛しました。さらに江本は、新庄監督のチーム作りは日本ハムを着実に強くするよ、あと5年くらい監督をやらせてみたらどうだろう、というように新庄監督の長期政権も望んでいました。元西武監督の辻初彦も、新庄監督の采配を、やることがみんな当たっちゃう、あれは思いつきとかでなくコーチと知恵を絞っている結果だと思うと絶賛。辻は今後のパリーグの展望について、柳田悠岐の離脱でもソフトバンクは層の厚さが目立つから有利だと思うとしながらも、日本ハムがいいよねと語りました。辻は奇策を連発していた就任当初を振り返り、あの時は選手みんな戸惑っていた、ランナーサードでヒットエンドランとかね、選手がえって思ってたと思う、今は驚かないんじゃない、驚くような作戦してないしねと、采配に安定感が出ていることを指摘。その上で辻は、シーズンの終盤戦でソフトバンクにさらなる故障者が出た場合は、
日ハムが一気に首位に立つ可能性があると語りました。そして打順に関しても辻は、あんなに打てなかったマルティネスをずっと4番に据えている、その信念もすごいというように、開幕から不調だったアリエル・マルティネスを4番で起用し続けたことで調子を取り戻させた采配の凄さを語っていました。最後に辻は、3年契約で今シーズン限りの退任もあり得るかもしれない新庄監督について、いやいや続投あるでしょうと、長期政権を築く可能性も示唆したのです。さらに現在新庄監督の下で投手コーチを務めている立山義則は、新庄監督について、自由にされているんですけど、監督は選手をやる気にさせる方法は何か天性的にすごくあってというように、モチベーターとして優れていると新庄監督を評価しています。その理由として立山は、極端な話ですよ、監督も四球が嫌いで盗塁されるのも嫌いなんで、クイックできたり四球を一試合何個までだったら永遠に先発させるからとか、きっちりそれを握ってくれるんですよ。選手とすれば一試合で2個までに四球を抑えたらずっと先発させてあげる、10点を取られてもと言ったら本当にその通り絶対ちゃんとやるんで、握り方が上手ですねと、新庄監督の選手をやる気にさせる方法を絶賛しました。続いて立山は新庄監督の采配について、新庄監督は勘が当たりすぎて嫌になるんですよと笑いながら話した上で、隣に僕がいてピッチャーをそろそろ球数的にも変えたくて、ちょっとタイミングが合ってきた、変えましょうかというやり取りがあるんですけど、いやいい大丈夫抑えるからと、しかも三振でとか打ち取り方まで言うんですけど、それが当たるんですというように、新庄監督ならではの勘の鋭さについて明かしていました。さらに立山コーチは、逆もしかり、続投させますと言うと、あいつで変えてと、僕もお願いして行かせませんか、ちょっとリリーフもあんまり使いたくないんでみたいな、それを飲んでくれるんですよ。そしたらその行ったバッターに本当にホームランを打たれたりとかと、あまりにも当たる新庄監督の勘について語りました。新庄監督自身が明かした進化した部分とは、こうして大物 OB やコーチから評価される新庄監督ですが、先日受けたインタビューでは監督初年度のことを振り返り、何も分かりませんでした、味方がどういう状況なのか、ピッチャーのことも分からない、系統のコツなんて全くつかめずに終わってしまったと、珍しく弱気な言葉で当時のことを打ち明けていたのです。それでも現在新庄監督がチームに徹底しているのは準備の部分だそうで、打席に入るまでに狙い球を定めるのに集中することや、守備であれば飛んでくる打球をイメージすること、走者になったら打球判断を想定しながらプレーすることなどを選手たちに伝えているといいます。また新庄監督は、例えば明日スタメンあるからねって一言言うだけで試合に備えができますからね、走者が二塁に行ったらこちらがサインを出さなくても好きに打てばいいと言っても、自分で考えて走者を進める打撃をするようになりましたと、2年間で新庄監督の采配がしっかりとチームに浸透してきたことについて明かしています。そして監督3年目のシーズンで進化した点について、今年は自分で系統をやるようになりました、全部自分でやっていますというように明かした新庄監督は、よく言う球数、イニングとか100球で交代とかの意識は僕にはないです、何が勝つためにベストか、チームが勝つための系統をすることを心がけているつもりですと、一般論にとらわれない投手起用を心がけていると語っていました。このように3年目にしてようやく本領発揮となった新庄監督が、今後の後半戦でどのような戦いを見せてパリーグを引っかき回してくれるのか楽しみですね。